つい最近ちょっと聞かせていただいたお話なんで、ちょっとね、初出しというか、だからちょっと喋れるかどうか。いやいいんですか、初出しいいんですか、放りいただいて。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ちょっとね、お話しさせていただきます。これ、ツイッターの方でね、ちょっと、なんとかずっとやり取りをしている方からいただいたお話なんですけど、まあ、小さい頃、もう、年的に言うと僕と同じぐらいなので、はい、多分30、40年ぐらい前の話だと思うんですが、幼い頃に、まあ、これ、静岡の方の方なんですけども、ちょっと奇妙な思い出があったと。はい、で、要は、おばあちゃんにね、ある日、ちょっと今日節分だから、あんたはちょっと付き合ってくんないって言われた。なんだろうと思って。で、まだ全然ちっちゃくてね、そんなこともわかんないんで、何おばあちゃんどっか遊びに行くのって言ったら、ちょっとね、おばあちゃんも使いがあるから一緒に行かないって言われた。ああ、いいね。でも、時間見ると、もう夜なんですってな。もう9時、10時って、まあ子供としてはもう寝る時間なんだけど、でも夜ほら、なかなか出かけさせてもらえないんで、嬉しくて、行く行くって言って、おばあちゃんがついて。で、おばあちゃんがなんか持っていくんですって、家の中から。で、おばあちゃん何持っていくのって聞いたら、あ、いいんだよって、これね、お菓子とかも入ってるからね、って言って、その要は、風呂敷に入れたものを持って、でずっと歩いていく。で、おばあちゃんどこ行くの？お店開いてんの？こんな時間。どっか誰の家に行くの？何やってんの？って聞くんだけど、おばあちゃん何も言わないでずっと歩いていく。で、当時はもう全然街灯も少なくて、もうほとんどポツン、ポツンとこう街灯がある中を、夜道二人聞いたわ。って走るんです。で、自分だけは喋ってるんだけども、何にも言わない。で、そのうちにずっと歩いていくと、川のほとりまで来るんですって。で、そこは大きな川で、で、要は、なんて言ったらいいんですかね、戦争の時に、いや、そこに空襲があって、たくさんの人がそこで飛び込んで亡くなったっていう、疑惑のあるようなところなんですね。で、今は、その頃は、いろんな、その要は、なんて言ったらいいんですかね、家を持たないような人たちが結構、あとは、川をなめしてる人とか、そういう方々が当時そこで商売をやってたらしいんですけども、そういう方がいるようなところまで来た。で、普段自分来ないところだし、夜だし、雰囲気違う。で、怖いよな、おばあちゃん何って言ったら、いいな、いいなって言いながら、橋のたもとまで行くと、その欄干の脇のところにおばあちゃん腰掛けて、で、風呂敷を開けるんですって。で、開けて、中にある、なんか、ごそごそってしたものと、お菓子をこう置いていく。で、じゃあ行っかねって言われて、え、おばあちゃん何？帰るんだよって言われた。え？って言われたんだけど、いいかい？振り向いちゃダメだからね。見ちゃダメだからねって言われた。でも怖くて怖くてしょうがなくて、で、その人は目をつぶったままおばあちゃんに引きずられるように、家まで帰ったんですよ。で、あれは一体何だったんだろうって帰ってから思った。で、しばらく経ってから、まあ大人になったから、大人って言ってもね、小学生ぐらいになったから、その話をその自分のお兄ちゃんにしたんですって。おばあちゃんがね、そんなこと前やってたんだよって。でも、それ聞いたったから、なんだかわかんないんだけどねって言ったら、お兄ちゃんが、あ、なんかそれ、俺の友達が、やったんだってって言うんですって。何って言ったら、いや、そいつんちも、要は、節分の日に、道に行って、で、夜中、四つ筋の道路の交差点のとこまで行って、なんか、ごそごそっと置いて、お菓子も置いて、で、後ろ振り向くなって言われて、で、帰ってきたんだ。で、怖かったんだけど、そいつさ、バカだからさ、翌年さ、一人でそっと行ったんだって、その同じ四つ筋に。で、要は、その年はそのうちがそんなことしなかったんで、行ったんだって。そしたら、誰かが物を置いてくるのが見えたんですって。はい。で、あ、同じことやってるって思って。で、すぐそのところに行って、で、バッて開けたら、お菓子とお餅が置いてあった。ちっちゃいこれぐらいのお餅がたくさんあったと。で、それ、なんだろうと思ったんだけど、わかんないから、そのままにして、で、要は家の方に戻ろうと思ったんだけど、戻りかけた時に、そうだ、振り向いちゃいけないんだったっけ？振り向いちゃえって言って、振り向いたんですって。はいはい。そしたら、今まで明るかった道に真っ暗になってるんですって。すごい深淵になってて、と思いながら、どうしようと思うんだけど、その闇がどん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 来るんですって。おー、怖っ。で、自分の足元のとこまで来るんです。だだ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 、迫ってくるのが見えて、うわ、今日じゃねえって言って、あっち行けよって言って、石を投げるんだけども、全然音がしないんですって。えぇー。カツンとか、カツンと音がしないんです。そうですね。
で、うわーって言って、後ろ向いて、家の方に戻っていくんだけども、そのうちにカツンって音がして、バッて見ると、目の前に石が投げ返されてるんですよ。おー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 。で、うわーって言って、学校でみんなに喋ってたんだよな、そいつって。お兄ちゃんが喋ってくれたんですよね。あれって一体何なんですかねっていうのを僕は聞かされてますね。で、本人自身は要は戦争で亡くなった方とか、要はその河原に住んでる人とかに何かお供えをしてるというか、その要は施しをしてるというか、そういうものをしてるんじゃないかっていうようなことをおっしゃってたんですけど、実はこれナタ餅っていうお餅だったって分かるんですよ。僕ちょっと調べたんですけど。ナタ餅。はい。でこれはまあ地元の方はよく知ってると思うんですけども、はい、静岡の一部の地域で、はい、本当に一部なんで、あんまり全国的に何もないんですよ。ああ、そうなんですね。で要は、いろんな諸説あるんですけど、はい、要は一升のお餅から、はい、その要は年厄年の分だけナタでこうお餅をちぎって、それを、要は、きな粉でまぶした。はい、まあ、きな粉もいろいろ、要は、呪法みたいなやり方があるんですけど、決まりがあるんですよ。決まりがあるんですね。はい。それで作ったきな粉で、要は、近所とか知り合いに配らなきゃいけない。ただ、要は、厄年って、人によっては、男の人は60いくつまであるじゃないですか。うん、そうですね。そうすると、その家の人が配りきれないので、夜中はそういうところに持ってって、置くんです。ただその要は餅自体に厄を詰めて人に拾ってもらうっていう風習なんで、はい、お餅に厄が入ってるんですよ。その人の厄年の、はいはいはい、なので、はい、もしかしてその要はもう彼とか彼のそのお兄さんの友達とかが体験したのは、はい、そのまあ厄が具現化したものなんじゃないか。なるほど。闇が追いかけてきたっていうことで、はい、うん、っていうお話をちょっとつい最近わあ、多いですね。引き立てほやほやを。いわゆる厄落としとか厄払いのためにやっていたっていうことだったんですね。そうですね。僕のまあちょっと今ねお話しいただいたプロフィールのお話とかね、はい、見ていらっしゃったと思うんですけど、はい、昔の警備会社の社長をやってて、はい、っていうところで。はい、まあ、もともとは、警備会社の課長で、やらせていただいてて、若い頃。で、その時にね、報告書が上がってくるのが好きで、まあ、結構、まあ、けったいな、まあ、要は、報告書が来るわけですよ。で、それをちょっと集めていて、面白いなと思って、要は、例えばね、まあ、有名な話だと、トーテムポールって書いてあって、飛行のところに、異常なく警備終了、トーテムポールとかね、カルガモとかって書いてあるのがいて、何って言うと、要はここに顔が3つぐらい連なってる人がいたっていうのがあって、まあ、トーテムポールやなとか、まあ、カルガモの場合には、高速道路の工事をしてたら、車関係なしに人間の列がずーっと、要は上り車線、下り車線の工事したんですけど、下り車線から上り車線にずーっと歩いていくのが見えて、車が通り抜けていくのが見えながら、すごい、カルガモだ、カルガモですね。カルガモの親子ですよね、それね。ね、ありますね。でも何ヶ月か後にそこって、はい、2箇所あったんですけど、はい、1箇所は関西の方なんですけど、はい、阪神淡路で崩れちゃったんですよ。はいはい、ああ、そうなんですね。なので、それが結構ね、なんか、予兆なのか、偶然なのかっていうんですけど、それもらった後だった、直後だったんで。そうなんですね。はい。っていうのもあったりして、まあやってたんですけど、他にも実はツアコンやってたりもしました。ああ、そうなんですか。はい。ツアコン、一時期ね、警備会社を、このままじゃダメだ。なんか、他の仕事もやろうと思って、ツアコンになったんですけど、なぜか若かったので、修学旅行担当で、はい、で、そうなんです。当時、まあ、現場で言うと、修了担当っていうんですけども、修了担当になってまして、体力あるから、で、大体、日曜日に移動して、月曜日の朝から、修学旅行に行って、で、土曜日帰ってきて、で、また日曜日に移動し、次のところに移動して、前乗りして、で、月曜日が連れて行くっていうのを、半年やってたんですよ。あ、そうなんですね。そしたら自分の修学旅行の思い出がごっちゃになって何も。あれ俺ここ行ったっけ、あれこれ何で行ったっけ、混ざってもって、なるほど。はい、だから少なくとも金閣寺は30回も、めちゃくちゃ見てますね。そんな行かないですからね、人生で。よっぽど金閣寺好きじゃないと。
はい、半年以上、1年とかもやってたのかな、その修了担当。まあ、バスツアーとかもやってたんで、はいはい、そういうのあるにはあるんですけど、はいはい、そんなのやったんですね。はい、その時に、修了じゃなくて、はい、バスツアーが入ってきまして、はい、で、久しぶりのバスツアーだったんで、はい、すごい楽しくて、はい、うわぁ、よかったよかった、バスツアーだって見たら、行き先が佐渡って書いてあるんですよ。で、要はね、いいじゃないですか、魚も美味しいし、お酒も美味しいし、で、フェリーで行くなんてね、なかなかないので、はい、よかったと思って、お客さんを連れて、佐渡まで行ったんですね。で、佐渡まで行って、で、フェリー乗せてお客さん、ホテルまで連れて行って、で、どうぞどうぞって言いながら、お客さんをとりあえず部屋割り振って、入ってもらって、あとは夕食に、要は、大部屋でカニ食べ放題なんで、カニを食べに来てくださいね、ということで、まあ、大部屋のご案内をした、っていうかね、何ですか、ご飯食べる宴会みたいなところですね、そこの案内をして、はい、で自分は自分の部屋にってことになるわけです、うん、で要は全員を入れて、うん、でじゃあって言って僕の部屋はってなるわけです、はい、ところが一応ね添乗員はお客さんじゃないので、はい、旅行会社からするとお金もらえない人なんですよ、はい、ただのスタッフさんでしかないです、はい、なるほど、はい、一応ね旅行代理店の人間なのに、うん、まあ要はいろいろあるわけですよ、うん、でまあ場所によってはすごくいい部屋をあてがえてくれるところもあるんですね、うん、例えばどこだろうな、能登の加賀屋さんとかってね、まあ、名前いいところにいらっしゃるんですけど、すごいね和倉旅館のね、加賀屋さんなんかが結構ねいい部屋来るんですよ、なんか自分もねその要はあそこね、ただじゃ泊まれないじゃないですか。すごい高いじゃないですか。だから、あ、いい思い出だろうとかって思いながら、泊まれたりするわけですよね、うん。そこはじゃあ、ホテルとか旅館側の採用なわけですね。そうなんです。いいとこ当てがあるか、まあそうでもないとこっていうのは。はい、あ。だから、布団部屋みたいなところも来たりとか、あとは、添乗員同士が相部屋で、まあ、要は、普通の部屋に5人、6人泊まらなきゃいけないみたいとか。なるほど。うん、要は、その時の状況によって部屋が全然、なるほど。で、その時、いや、僕の部屋どこになりますかね、はい、っていうふうに、ホテルの人に聞いたら、特別な部屋をご用意してますからって言われたんですよ。はい、で、あ、特別な部屋って。なんだろう。で、一応、はい、要は、相部屋になっちゃうんですけど、はい、特別なお部屋をって言われたんですよ。はい、で、相部屋って、いや、来られたバスの運転手さんと、ガイドさんも、ちょっとご一緒になっちゃうんですけど、はい、特別なお部屋なんで、はい、ご案内しますよ、うんうん、なるほど、ああそうなんだと思って、はいはい、で、まあ鍵をもらったら、はい、1階の、階段の脇にある特別室って言ってたんですね、はい、でああと思いながら、はい、バスのところまで行って運転手さんとガイドさんに、はい、お部屋の用意ができてるんで、はい、ちょっとアイデアですけどどうぞっていうふうに、はい、お話をしたら運転手さんがいや俺は泊まんないからって言うんです、はい、でガイドさんは私も泊まんないからって言うでえいや俺らは別な旅館取ってるから、はい、そこ一人あれ使っていいよって言われるんですよ、はいはい、いやでも別に使えますよって言ったら、はい、いやいいからいいからって言うでその時僕はかかったんで、はい、あこれ運転手とガイドができててなるほどねで、はいはい、要は二人で別な旅館のとこにしっぽり行くんだろうなって思ったんですね、はいはいはい、そうですかあ分かりましたみたいな顔して逆にすいませんみたいな気使った程度ねこっちが、はい、で自分で、ね、一人でその部屋までガチャガチャって言う、はい、特別したんだなって、パッて開けたら細長い部屋なんですよ、で、右側にずっと畳が並んでて、左側はね、土間みたいになってるんですよ。歩けるような。はいはい、いや玄関上がって、で、上がりがまちが普通あるじゃないですか。これがずっと廊下側まで続いてるんですよ。廊下からずっと、その要は、まあ、向こう側に窓があるんですけど、うん、窓側まで続いてるんですよ。で、そこに、要は左側のところにトイレとお風呂がついてる、露天温泉。お部屋付きの露天みたいな。露天温泉もないし、ね、当時露天温泉が部屋についてるってないですから。当時はそうですよね。はい、だから、合いびきの部屋かなって思ったんですよ。ああ、それぐらいの部屋じゃなくて、ですね、でお客さんの部屋そんなにいい部屋じゃないんですよ。あ、そうなんですね。はい。要は、お客さんの部屋のお風呂は、ちょっと、まあ、要は、ユニットバスみたいなのがついてるので、はいはいはい、で、あと、大きい大浴場に行ってくださいっていうのが、要はあるやつですよね。はい。だからって言って、わあ、すごいお風呂ついてると思って、うん、開けてバッて見たら、全部岩が外れてるんですよ。要は床の岩とか全部工事中みたいに剥がしちゃうんですよ。うん、あれあれで、埃もかぶってて、全然もう何年も使ってない。ほうほうほう。なんだ、使ってない部屋とかと思って。まあ、だったらまあ天井部屋だなと思って。で、トイレに行ったら、トイレも、要は便器に水が入ってない。臭いんです、ちょっと。匂いがこも、上がってきちゃって。うわーと思いながら、
あ、そっか、これも要は共同のトイレに行かなきゃいけないから、部屋はいいけど、添乗員用にあてがった部屋なんだなと、電車とか用にね、とか、しょうがないなと思って。で、まあ、要は、その、なんだかんだ荷物の整理とか、片付けをしているうちに、まあ、食事の時間になったので、まあ、大広間に行って、で、宴会場に行って、お客さんがあって、はい、こちらですよ、つってご飯を食べさせて、食べさせて。で、終わった後に、じゃあ、ということで、部屋に戻って、ガッて開けたら、すごい雰囲気悪いんですよ、なんか部屋の。何つったらいいのかな、闇が迫ってるっていう、さっき前のね話した話とそうなんですけど、はい、足元がね暗いんですよ、うんうんうん、でもね正面のその要は部屋入った向こう側に窓があるんですけど、窓の向こうからはイカ釣り場のイサリビが見えるんですよ、はいはいはい、要はこれから今出番出航しますっていう、はい、そのイカ釣り漁船のライトがこうこうとついてて、まあ、テストなんでしょうね、はい、でそれがわーって見えるわけですよ、はい、明るいはずなんですよ、はい、ところが弦が入った入り口のところは暗いんですよ、うんうんうん、で、あれと思いながらとりあえず電気つけて、で要は、自分用のお風呂の準備だけして、うんはい、で要はお客さんからだいたいそのね、お風呂が入って部屋に戻るぐらいの時間を見計らった後にもう連絡来ないだろうなっていうところで、なるほど、自分でお風呂が入って、はいはいはい、でお風呂、はい、でもう怖いから電気つけっぱなしで行って、はいはい、で帰ってきて部屋に入って、はい、で明るいからでもちょっと薄い感じがするんだけど、はい、部屋に入ってとりあえず布団を敷いて、はい、で自分でその中に潜ったんですね、はいはいはい、でとりあえず電気消して、はい、で寝た、はい、そしたら畳の上をピタッと音をするんですよ。なんかね、濡れた足で歩いてる音ですよ。畳の上をピタッ。この上げるときにピタッと上がるじゃないですか。あの音ですよ。濡れてると、はい、ピタッ。ピタッ。イメージできますね。ピタッ。ピタッ。ピタッっていうのが聞こえるんですよ。はい、えっと思ってるうちに、またそれが板の、板っていうかね、その上がりがまちの床の上をピタッ、ピタッ、ピタッ、ピタッって歩きながら、うん、その奥に消えていくんですよ。はい、で消えてっていうのは方向的には、お風呂場の方なんです。おー、なるほど。あれと思ってると、また中から、ペタッ、ペタッ、ペタッ、出てきて、うん、今度、布団の周りを、ペタッ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 、くるっ、くるって歩くんですよ。で、怖くて、目覚まして、周り見るんだけど、真っ暗で、はい、でもう、イサリグの、あれも見えなくて、はい、真っ暗なわけですよ。はい、うわ、気持ち悪い、怖い、怖いと思うんだけど、はい、もう電気つけに立ち上がるのも怖いんですよ。なるほど。で音だけはするんですね、相変わらず部屋の中ペタ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 、うわー怖ーと思いながらやってるうち、そのうちに壁が鳴るんですよ、ドーンバーン、だろう、うわー怖ーと思って、うん、どうにかしなきゃいけないと思って立ち上がって、はい、まあ、電気パッとつけると音が止むんですよ、いやこのまま寝なきゃいけないなと思って、はい、電気つけたまま寝てたんですよ、ふって気づくとまたペタドーンドーンと音がするんですよ、はい、全然わかんないですよ、壁叩いて、うん、本当に叩むんですよ、それを、はい、要は部屋の境とはいえそれを叩いて響くぐらいの音がするわけですよ、はいはい、うわーと思いながらハッと目覚めると真っ暗にです、また、うん、でまた立ち上がって電気をつける、でまた寝る、はい、でまたドーンドーンピタッと見ると真っ暗になってるっていうのを、はい、3回ぐらい繰り返すんですよ、そのうちに外が少し明るくなって光が入ってきたら、はい、でも怖くてしょうがないんで、そのまま要はすぐに着替えて出る準備して、朝5時半とか6時ですよ、でロビーで休んです、お客さん出てくると8時過ぎなんだけど、6時から8時までずっとロビーのソファにずっと戻りたくもないしね、怖すぎですよね、そんなの、そしたらバスがやってきて、で運転手さんとガイドさん降りてきて、はい、でおはようございますって向こうがやってきて、おはようございますって言ったら、はい、特別室だっただろう、はい、なだからあそこな、長くやってる人は止まんねえんだよって言われて、よく言ってくださいよって話になったんだけども、だってあれからだとあの時間からだとやっと取れねえよってゲラゲラ笑ってる、いうのがある、はい、はい、うわすごい怖い、まあ何年かね怖いとこ泊まってくるいらっしゃるんですけど、はい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 、そこは結構はい、で壁叩いた向こう側は外なんですよ、隣の部屋じゃないんですよ、角部屋だった、なんだよ、何か分かんないですもんね、
何がね、外からこうしてきてんのかもわからへんし、歩いて足音もなんかお風呂場に戻るって感じになったりとか、はい、でもその部屋誘導したそこにね、部屋当てがった人はもしかしたら知ってるの？いや、知ってるんだと思います。ね、知ってますよね、多分ね。特別帰りがけに、はい、あの特別室ありがとうございますって言われました。いや逆だよ。逆、使ってくれて我慢してくれてありがとうございますみたいな。ですね、僕はもともと警備会社でいろいろ体験を見聞きしたり自分でも体験したりしたものを、まあ、怖いね、話のまあ要は元になったというか、はい、収集をするはじ、まあ、きっかけになったんですけれども、その中でですね、ちょっと昔何回かしか喋ったことないんですけども、うん、警備員って結構危険な商売なんですね。うん、で、どういうふうに危険かというと、例えば工事現場とかで先頭でね、こう誘導灯を振って棒を振ってこう車を来ないようにって言ったりするんですけども、まあ、大体当時はですね、5000人ぐらい警備員がいたらしいんですけども、うん、大体その要は先頭に、例えば国道1号線でやってた時だったんですけども、うん、国道1号線の要は道路の車線変更をしてた時に、要は暴走族の車が突っ込んできちゃいまして、うん、で、ガードマンが跳ねられて亡くなったみたいなことが、うん、まあ、大体年間どうですかね、怪我はまた別なんですけども、死亡労災っていうんですけども、うん、死亡したに労災って大体年間10人ぐらい出るんですね。5000人のうち10人ぐらいは跳ねられたり何らかの形で現場で亡くなるっていうことがあったんですね。で、僕なんか当時は要は制服組だったので、制服っていうかね、喪服になってそのお家まで行っては、まあ、お通夜に参加したりとかっていうことが、まあ、よくあったっていうことがありまして、ちょっとね、まあ、要は同じ社員なんですけども、生き死にというものがね、経験としてよくその時期はあったんです。はい、で、当時ですね、まあ、関東一円でこういろんな現場がありまして、支店も大体関東で50支店ぐらいがあったものですから、僕の方はまあ新宿の方のね、本社の方にいた時期だったんですが、突然ですね、要は全社一応スピーカーがついてるんですね。で、しかも要は、本社から電話が行くと、ちょっとごめんなさい、本社から要は、命令が行くと、こう電話っていうかね、電話っていうか放送で全部スピーカーで各社の連絡が入るんですけれども、うん、ある日、昼間なんですけど、忘れもしない、ちょうどね、お昼ちょっと前ですかね、全社に、まあ、連絡が入りまして、まあ、支店の方から、通達ですと。で、今、横浜のね、現場に行っている、横浜の現場で事故が起きましたと。で、要は、はつりをしている時の事故でっていうんですね。で、はつりっていうのは、要は、トラックの後ろに、こう、まあ、なんですかね、4本の先っぽみたいなのがついてるトラックがあるんですけども、これで、スラブという薄い、こう、波状の板を、こう、吊り上げて、鉄骨の建物の、その、要は床に引くやつなんですけど、吊り上げるんですね。で、トラックから下ろして、現場の方に持って行ったりするっていうような形なんですけども、その場所にガードマンが立ってたと。うん、要は歩道を通して現場の中に入れなきゃいけないので、うん、ここ危ないですからちょっと待ってくださいっていうような形で歩行者を止めて立ってたんですよ。ところが、これ、ユニックでこう積み上げる、いや、こうね、先っぽこうやって積み上げて、鉄のロープでこう繋いでこうやって引っ掛けていくんですけども、これたまにですね、そのロープが鉄なんで、そのしんなりこう曲がらないので、ちょっとずれるんですね。で、ずれたタイミングで、その10枚ぐらい、まあ、要は乗せてあったスラブが、波のように斜めになって、サササササって言ってずれて落っこってきたんですよ。で、斜めになって滑って落っこった時に、たまたま交通整理で歩道に立っていたガードマンの足を直撃しまして、そのまま、太ももから下、スパンと切れて、救急車に運ばれることなんですね。現場一面は血の海になって大変なことになってますっていうふうな、要は連絡をいただき、うん、まあ、大型だったので、大型の人はすぐにその何々病院まで輸血しに来てください。うん、とにかく大変なことになってます。血が足りないんですっていう連絡が来まして、僕ら社員の人間はみんなその病院に行って輸血をした、大型の人間は輸血をしたっていう声があります。うん、で、やったんですけども、
やっぱりね、突然のことで両足切断ですから、しかも太もものね、あの、動脈切ったりしているので、結局助からずに、まあ夜には、ご協力ありがとうございましたっていう放送が、全社に流れまして、その方亡くなっちゃったんですね。大体50、その時で50いくつの方が男の人なんですけどね、結構現場でね、こう慕われてた男の人だったんですけども、亡くなってしまったんですね。みんなして、うわーと思って、まあ僕もお葬式の方とか社員なんで行って、お通夜とかに出たんですけど、まあもうとにかく奥さんがね、すごい泣きじゃくってて、お子さんもまだ中学生行ってるかな、行ってないかな、くらいのお子さんが、まあ気丈にね、把握しばって立ってるのを見たんですよ。ただまあ、1ヶ月ぐらい現場は、要は事故があった現場なので中止になって、で、1ヶ月後に一応警察の方から再開 OK というのが出まして、1ヶ月後に現場が再開になりました。で、また再びね、もう一回そのスラブを、まあ、今度は事故起きないようにスラブの発りから始めて中に入れながら、こう、要は鉄骨の建物、柱しか立ってないんですが、そこに床をこう張っていくという作業をしてたんですけども、まあ、ガードマン、ちょっと追加になって、要は、前は一人だったんですけども、二人、要は、崩れてくるのを見る人間もいないと危ないということで、二人ついて、そういった作業をしてたんですけども、報告書が上がってくるんですね。毎日毎日、まあ、警備が終わると報告書を上げてきて、我々社員が受け取ります。で、その時に、まあ、要は、僕は受け取ったわけじゃないんですけども、その横浜の現場の、その、処理を受け取った人間が、たまたま連絡をしてきて、なんかね、不思議なんだよって言うんですよ。なんでって聞いたら、いや、さ、ガードマンを、要は追加で1人増やして、すでに2名でお願いしますってことで、うちで頼んで、ガードマン追加で、要は事故後は2名の体制になったんだけどね、なぜかね、書類には3って書いてあるんだよ。えって言うと、全員がね、ガードマンが向こうとこっち、要は車の向こうとこっちについているので、お互い見てないんだけど、その、走ってる、その、スラブのところに一人立ってるって言うんです。え？って言うんだよ。誰が立ってんのって言うんだけど、いや、わかんないんだけど、お互い二人はわかるんだけど、真ん中知らないおじさんが立ってて、で、要は昼食食べたりするのを順番で交代で撮ってるから、一緒になることがないんだと。だけど、うちの制服を着た人間がもう一人立ってるのを、二人とも見てるんだよ。それがさ、毎日そうなんだよねって言うんです。そのもう一人増えてるのだけは誰もちゃんと会ったことがない。でも制服着てる人間は3人いるんだよっていう報告を受けてるんだよって言って、その報告書のファックスを見せてもらったんですね。送ってもらって、で3って書いてあるんですよ。ずっと3名異常な警備終了すって書いてある。おかしいよねって言ってるうちに、その1週間ぐらい経った時かな、監督がボソッと言ったんですね。なんとかさん、また来てるよね。いや、その事故で亡くなった方、現場に来てるって言うんですよ、監督が。えって言ったら、いや、その、現場の中を歩いてたらね、その、うちの制服を着た人間が通ったんで、あれ？ 2 人しかいないから、2人とも道路にいなきゃいけないのに、なんで現場の中に1人いるんだろうと思って、声をかけようと思って、振ってみたら、横顔がその方だった。で、結局、それ以降、その方、警備員は必ず、要はもう一人、三人目がいる、もう一人いるのは見てるんだけど、誰だかわからない。現場の人は、なんとかさんに違いないっていうような状況で、最終的に後期、あと、半年、その後半年あったのかな。半年終わるまで、報告書は3のままで行ったんですけども、建物の引き渡しを、まあ、要はオーナーさんに建物を引き渡した翌日からは、一人も出なくなった。その人はいなくなったっていうのがあったので、まあ、要はガードマンの鏡だね。つまり自分が担当していた現場には最後まで出てた、責任持って。自分がどんなことになろうとも最後まで責任を持って出てたんだねっていうことで、この話実は当時の警備会社の社内報に美談として載った話なんです。ああ、そうなんですね。はい。素敵な話だ。ありがとうございます。まあ、ね、まあ、大変な事故だったんでね、よく、本人分かってたのかどうか分からないですけども、まあ、そんなことがあったというお話がありました。はい、このお話ですね、ちょっとネットで、お話をさせていただいたことがつい最近あるので、聞いた方いらっしゃるかと思うんですけども、今ね、
まあ、インターネットでまたね、ズームとかいろんな、まあ、会談会をやってるんですけども、毎日のようにお話をいただいてて、このお話もね、結構、インターネットでいただいて、ちょっとお話をしながらやり取りをして、ちょっと聞かせていただいたお話なんですね。はい、で、大体、年で言うと、その方は女性なんですけども、私と対して変わらない年、もうちょっと上なのかな、一つ二つ上の方なんですね。で、この方が、要は、もう三十数年前、まだ二十代の頃に、まあ、突然、お母さん亡くされたんですね。はい。で、まあ、母子二人で住んでいたもんですから、いきなり母親が亡くなってしまったので、まあ、大騒ぎになって、うわぁ、大変だ、大変だ、ってことで、まあ、とにかくお葬式をしなきゃいけない。要は、当時は今みたいにセレモニーホールみたいなのがそこら中にあるわけでもないですし、まあ、亡くなったらその遺体をとりあえず家に、病院から家に持ってきて、家で安置して、で、家でお葬式をするっていうのは大体多かったんですね。で、そうなるとどうなるかっていうと、まあ、近所の人がやってきて、まあ、大変大変って言いながら、まあ、ご近所さんが手伝いに来てくれるわけですよ。で、うわぁ、大変だっていうので、要は、家に祭壇をつけて、で、ご近所さんが来て、で、お通夜の準備をしてくれる、食べ物を作んなきゃいけないっていうので、要はその語ってくれた方を中心に、まあ、もうお葬式の準備はしなきゃいけない、葬儀屋さんとの打ち合わせをしなきゃいけない、お通夜の準備をしなきゃいけない、食べ物を作んなきゃいけないっていう、バッタンバッタンの状態で、家の中をもう、親戚来るまでちょっと時間あるからちょっとこれお願いしますね、とかっていう話をしながら、家のこう、布団を出したり、いろんなことをしてたらしいんですね。で、お通夜とりあえずお通夜になって、で、近所の人も、まあ、来てもらって、料理を振る舞ったりしながら、こう、いろいろやってて。で、まあ、少しずつ近場の親戚からやってきて、で、次の日のお葬式も、まあ、親戚集まって。っていうことで、まあ、なんとかその、お通夜お葬式が終わったんですね。で、当時彼女は、ご両親と、一緒に住んでたわけではなかったので、とりあえず、要は、仕事先の方に戻って、で、要は片付けをしなきゃいけない。母親の遺品整理もたまに戻ってきて実家で片付けをしなきゃいけない。みたいなことをやりながら、まあ近所なのでやり取りをしていて、うん、で、なんだかんだ経って1ヶ月だった、うんうん。で、帰ってきて、1ヶ月ぐらい経って家に帰ってきて、で、まあお母さんのまだ仕事残って片付けなきゃいけないわと思いながら、家の中に入ってごとごとやって、で、外にちょっと、まあ気分の、まあ話ですよね。まあちょっとガチャって戸を開けたら、向かいのおばさんがちょうど出てくるところ、目があった。わあ、おばさんこんにちは。いやー、お母さん死んじゃった時にはもうご迷惑をおかけして、しょうがなかった、すいません、すいません、っていうふうに挨拶をすると、いやー、お母さんね、突然だったからびっくりしたわね、って言ったら、そうなんですよ。でもまあ、皆さん手伝ってくれたんでよかったですよ。ああ、本当はよかった、よかった。いやー、もう本当うちら大変ね、って言うから、そうね、すいません、来てくれてありがとうございます。いや、そうじゃないのよ。大変だったのはそうじゃない、お宅だけじゃないのよ、って言うんです。え？なんですかって聞いたら、おばさんが言うには、あんた忙しくて家帰ったりしてたから、実家に帰って、ね、向こうに家に帰ってたりしてたから分かんないだろうけど、翌週さ、裏のおばあちゃん亡くなったの知らないって言われて、えって聞いたら、ちょうど1週間よ、後ろのおばあちゃんが亡くなってね、で私らまたお葬式だって言って家に上がって準備したのよ。そうなんですか。そうなの。いやー、続いちゃってさ、びっくりしたのよ。ああ、そうなんですね。でね、はい。でね、うん、その一週間後、その隣のおばあちゃんが亡くなったのよ。そんなことあるんですかって言ったら。でさ、私ら、3回続けてお葬式って気持ち悪いよねって言って、行ってね、お葬式手伝ったのよ。で、もうほら、一人暮らしでしょ？もう、見つかった時少しね、腐敗が進んでたので、もう大変で臭いしさ、みんなで片付けるの大変でやっと終わったのよって言うんです。それは大変でしたねって言うと、そうなのよ。でねって言うんですって。はい？でさ、お宅の向かい、ね、正面、うちこっちじゃない？すぐ横、畑になってるじゃない？そこの畑で、先週おじいさん亡くなったのよ。どこのおじいさんですかって言ったら、畑が挟んだ向こう、そこ家あるじゃない、その、そうそう、山田さんのところ。そうそうそう。山田さんのおじいちゃんが亡くなったのよ。
この一直線みんな亡くなってるのよ1ヶ月で。そう、私ら手伝ってさ、それでようやく終わって、今週はないといいわねって今隣とも話して、みんなで話せたとこなんだよって。ってそうだったんですか、なんかわかんないけどここを死神が歩いたみたいだねって言われて、うわーと思った。で幸い次はなかったので、ずっとそんなことを忘れてたんです。でいやーなんか気持ち悪かったのよ、私のね今家の土地のあたりでそういうことが続いたって、なんか意味地なのかなと思って、その時は思ったんだけども、ずーっと忘れててねって。でこの年になってね、要は娘が嫁いで孫ができて、でまあ孫の、が家にやってくるってことになったのよ。でまあ家片付けてね、でまあ要はあの孫をまあ喜んでもらおうと思って、こう部屋中片付けて嫁と一緒に待ってたの、家に来るの待ってたのよ。そしたら2人してやってきたんで、あよかったよかったって言って子供がやってきて、おばあちゃんこんにちはって言う。あよかったねよかったね、あのおばあちゃん上がって上がってって言うと、もうちっちゃい子だから、わーわーおばあちゃんだおばあちゃんだって言いながら部屋の中に入って、家の中はさぎ回るんですって、でわーここ玄関ここ開けていいって言って、玄関ガーって開けて、わーすごいすごい靴がたくさんとかって言いながらこう開くんですって。ここ今だよね、今って言うんだよねって言いながら開けて、わーすごいすごいテレビある、大きいなおばあちゃんち大きいなとか言いながら、部屋中を走り回っては台所に行って冷蔵庫開けたりとか電子レンジ開けたりとかっていうことするんですって。うわ、かわいいな、ワンワンって言いながら、そのままがずっと走ってて、おばあちゃん、お風呂どこ？あ、おばあちゃん、ここだね、お風呂って言いながら、お風呂があったりして、脱衣所見て、うわ、すごい、綺麗な脱衣所って、リフォームしたからね、すごい、すごいって、ほらほらほら、やめなさい。あんまり、おばあちゃんち困らせないでくださいよって、嫁さんは言うんだけども、いいよ、いいよって言いながら、わーいわーいって言いながら子供が、じゃあ、ここお風呂だね、お風呂場だねって言って、ガーッと開けたら、止まったんですよ、ピタって。で、あれどうしたのって言ったら、その孫が後ろ向きながら、おばあちゃん、ここお風呂場だよねって言うの。うん、お風呂場だよ。おばあちゃん、なんで、その、バスタブから、たくさん手が出てるのって言うんですって。手がブワーって出てるんです。で、連れてきたお母さん、真っ青になっちゃって、そんなこと言うんじゃないよ。そんなもんないでしょって言うんだけども、その時、ふっと思ったのは、あの時死神が通った、忘れてたけど、ここそういう土地だよと思った時に、どうしようどうしよう、このままでもその子供の言うのをそのままね、大変お化けいるのかねとかって言うと、多分きっともう二度と孫連れてきてくれないっていうのも分かってるんで、なんか考えなきゃいけない、なんかお盆が近いからね、みんなお風呂入ってんだよって言ってあのとりあえず受け流した。でもこれは絶対怖いこともここやっぱりあるのかもしれないって思ったんです。で、前回ここまではお話ししたことがあるんですね。はいはい、で、実は今日たまたま連絡をいただきまして、久しぶりですって言いながら、はい、その孫が久しぶりに年末なので、まあ、遊びに来てるんですよ。はい、で、要は、孫が可愛いんで、要は寝かしつけて、で、要は、いい子、いい子、お母さんの横で寝てるんだ、いい子、いい子ってしながら、ちょっと覗き込んだら、ぐーぐー寝てる。で、お母さんが腕枕してるんで、ちょっと辛そうだったと。はい、だから、どうか、じゃあ、布団に運んであげるからねって言ったら、あ、お母さんありがとうございますって言う。いいよいいよって言って子供を抱きかえる。で、抱きかかえたら、要はちっちゃい子供ですから起きれるわけですよ。で、ずっとこう抱きかかえて2階の部屋に連れて行くっていうので、2階の階段をトン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 って上がっていったら、その子は薄目を開けたんですって。ああ、登っていく振動で起きちゃったかなと思ったら、おばあちゃん、おばあちゃん、怖い写真はもうないからねって言うんですって。怖い写真って何？怖い赤ちゃんの写真はもうないからねっていう。何それって言ったら子供は目をパチッと開けて、おばあちゃんのね、肩のところにね、大きなね、赤ちゃんの顔があったの。その写真はもうないからねって言って、またパチッと目閉じて寝ちゃったんですって。で、これ嫁に見せたらダメだと思いながら、そっと階段を登っていって、子供をちょっと置いてきたんですけどね、うちにまだ何かいるんですかねっていう連絡を、つい数分前、いただいたばかりです。以上です。いいですか？すいません。はい。
睡眠袋の話が出てきたんで、あ、そうですね、さっき、はい、あの実はね、あの第9夜とか第9夜はね結構な割合で僕なんですよ。おお、そうなんですね。第9夜の話のね3分の1か半分ぐらい僕の話で、そうなんですね。いやもう結構20話ぐらい出してるような気するんですね。はい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 、はい、でそのご縁で、ビデオの新耳、あのビデオじゃない、あの PSP プレイヤーのソニーの PSP っていう機械用に、はいはい、あの市民袋のまああのソフトが出たんですけども、はい、はい、それのあの撮影でですね、まあ100話全部終わるとムービーが流れるっていう仕様のものがありまして、はい、最後にあの1話ムービーが、あのそれまでは絵だけなんですけど、はいはい、最後1話あのムービーという形で、はい、ちょっとまあ時間も予算もない中でちょっと作っちゃったんであまり出来よくないんですけども、はい、三輪ひとみさんとかを、はい、とかを使ってあの、はい、ドラマ作らせていただいたんですね、はい、あの、はい、兄弟を使わせてもらって、でその時に練馬の一軒家を借りたんですけど、はいはい、ここで結構幽霊が出るっていうので、当時いわき付きの建物で、まあ要はハウススタジオっていう建物だったんですよ。つまり以前人が住んでいたんだけども、もう空き家になっちゃったんで、借り切ってスタジオとして使うという建物があって、結構あの、うん、ドラマだとか、まあアダルトビデオみたいなあのビデオ作品だとか、うん、V シネマとかいろんなものがあの、はい、使ってるスタジオなんですね。なるほど。で、まあ、僕と、まあ監督とか照明さんとかとこうみんなで撮ってたんですけども、とにかくお金が少なかったので、総勢でね、3名か4名、はいはい、あのこっち側のスタッフがで、はい、役者さんが3人いて、女の子とか小さい女の子とか宮さんのご兄弟とかがいて、はい、であとはもうあのゲーム会社の人たちがスタッフでちょっと手伝ってくれてたみたいな形だったんですが、はい、初めのシーンなんですけど、まあ、実際は中ぐらいに撮ったんですけども、はいはい、玄関の前でお姉ちゃんこの建物はいどうしようか、ここ安くて借りれるよみたいなことを話すシーンが、はい、ご兄弟揃ってもうあの玄関の前でこう撮ったんですね、はいはいはい、僕らで、カメラで撮って、まあ当時としては珍しくハイビジョンのカメラで撮ってしたんですけども、いざ編集の段階になってみたら、そのもう玄関まで50センチぐらい、要は後ろすぐ後ろが玄関で、はい、で、手前に宮さんたちがいて、カメラまでの距離が1メーターちょっとぐらいかな、1メーター50ぐらい、その後ろには僕と音声さんがいるぐらいの状況だったんですけども、はい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 、この2人が喋ってる横に、画面の横に白い布がずっと、白い布のようなものがずっと動いてるんですよ。画面、まあこっちから見て画面左のところをずっといるんですけども、はい、それ、うん、要はカメラと三輪さんの間のわずか1メートル半のところにずっと入り込んで映ってるんですよ。当然スタッフはもう全部カメラマンさん以外は後ろにいますし、はい、スタッフさんというかね、あのゲーム会社のスタッフさんは離れたところにいまして、はい、カメラとの間には誰も立つ余裕がないのに、ずっとそのカットが始まって喋り始めると中に入ってきてずっとやってるんですよ。で、それで話が終わるとスーッと引っ込んでくる。なんやろう。で、まあもうその時に撮ったメンバーとかいろいろいて、こうあの時いなかったよねって、いやいたとしても映るわけないじゃないですか、そんな距離で、1メーター50しかないんですもん、距離が、カメラとの距離が。そんなところに間に入るやつもいないし、はい、なんだろうって思ったんだけども、結局商品にしなきゃいけないということで、そこだけ要はトリミングというかアップにしちゃって、はいはいはい、画面の外に無理やり追いやって、追いやって、撮ったっていう記憶があるんですね。で、ね、不思議なことにこれどこだ、九段のスタジオでちょっと、はい、あの九段下ってとこありますよね。九段下あります。スタジオでやらせてもらったんですけど、はい、これをね編集してる時、つまりこのどうしようかっていうのでみんなでケンケンガクガクしてる時に、はいはい、編集のこうスタジオって結構まあ機材、大きい機材があってモニターがあってみんなで見ながらどうしようかどうしようかって監督とかとやり合ってるんですけど、はい、後ろに荷物置きのロッカーがあるんですね。ロッカー、はい、うん、荷物置きっていうかもう機材ですよね。機材の、はい、そこの上にこうぬいぐるみが、足の長い、まあなんとかパンサーってやつのぬいぐるみが、ピンポンサー、
お腹をこうね、お腹を股につける感じで、はいはい、狭い天井との隙間にこう押し込められてたんですよ、はいはいはい、これが落ちるんですよ、ポトって床の上に、いや落ちるわけないですよ、もう頭から何か天井にくっついちゃってる状態なのに、ね、はい、それがどうしようかってやってるとストンって落ちてくるんですよ。スタッフさんがあれこんなん落ちなかったのにごめんなさいねって言って、その中にギュッ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 と押し込めるんですけど、はいはい、また喋ってるとストンって落ちてくるんですよ。なんすか、何の合図で、気持ち悪いよねっていうのがあって、はい、で、これ後で今度 MA って言って音を入れるんですけども、はいはいはい、まあ、声優さんがそのソフト自体に声を入れる声取りも僕ら立ち会ったんですけど、はい、まあ、なんですかね、めぐれ警部の声をやってるある声優さん、はい、あのコナン君の、はい、とある、はい、はい、あの方がその喋るんですけど、まあ、僕の話とかがあるんですけど、はい、そこら辺を話し始めると今度スタッフルームの方からまたわーって言ってるから何って言うと、はい、あの今の人形が落ちてきた、でこのソフトをやってる時だけ落ちてくるんで、もう人形は床に置いておくって言って、もう上に詰めないで床に置きっぱなしにしちゃったっていう経験がありました。市民袋って言って思い出すたのでちょっと今話したんですけど、多分イベントで喋ってないので、わあすごい、ありがとうございます。はい、それはありましたね。まさかね、まさか、はい、だからまあそういうの撮ったりしてるとあるのかもしれないですよね。そうですね、その場所でなんかね引き寄せるのかわからないですけど、まあまあね、PSP のあのムービー見てなんだこれクソって思ったら、すいません、僕監督してたんで僕の責任です。思わないです、思わないですよそれは。はい、面白いな。はい、あのやらせていただいたで脚本も僕はやらせてもらってたんで、まあ、すっごい楽しみなんですね。はい、それってまだ探せば販売とかってしてますかね。販売はしてないですよ、多分中古屋かなんかに転がってれば。 PSP もねもう今販売してないですから、はい、そうですよね。タイトル名、はい、タイトル名何でしたっけ。新耳袋ですね。新耳袋、そのままタイトル、はい、あの PSP まだ現役で動かしてるんで、僕現役で。そうですか、はい、あの100話行くと100話目がその話になってます、はい、うわそうなんですね。ちょっと探して是非。 まあ、ありがとうございます。西浦さん、申し訳ないです。いえいえとんでもないです。西浦さん急に電話したのにあのどこでも話してない話させてしまって申し訳ない、申し訳ありません。すみません本当に。とんでもない、新耳の話が出てきたんで、はい、よかった、はい、流れもね組んでくださって本当に ありがとうございました。本当にまたいろいろとお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょうどね今本の作成をしてまして、はい、でそれでまあいろんな話を聞かせていただいている中で、はいはいはい、ちょっと北海道の方から聞かせていただいた、うん、ついこの間聞かせていただいた話なんですけど、はいはいはい、その聞かせてくださった方の娘さんがちょうどねタイミングよくナースをされてるんですよ、はい、病院勤務で、はい、であのナースをされてるらしいんですけども、はい、その方あのまあナースなんで夜勤がやっぱり定期的に来るわけですよね。なるほど。で、夜、まあ、夜勤で、はい、各病室を見回らなきゃいけないと、で自分の病棟担当している病棟の、はい、まあ、夜勤で回らなきゃいけないんですけど、はい、まあ、ちょっと広めなので、まあ、大体一人で回ることが多いらしいんですよ、はい、でカートガラガラガラって押していって、はい、病室の前に置いて、で部屋の中に入って、はい、で中を見るんですけども、はい、あの起こしちゃダメなので、そーっとこう中に入りながら、でもね暗いですから、はい、懐中電灯こう天井に当てて、天井こう照らすとこう反射でちょっと見えるじゃないですか。だから直接当てるとまずいので、ちょっと天井に患者さんに当てないようにして、はいはい、こうやって中をずーっと見ながら、はい、カーテン開けてこう覗く、はいはいはい、で大丈夫ですかって言いながらちょっとこう天井の明かり頼りにこうやって見てくる、はい、でその後部屋はあの2人部屋かなんかだったらしいんですね、はい、でまず片方のあのベッドの方から開けて中見て、はいはいはい、あ大丈夫ですねって言ってそーっと閉めて、はい、でもう一つの部屋の方に行って、はい、でまたこうあのカーテン越しに天井に明かりを当てながら、はい、ちょっとそーっと覗いて振ってみたら、天井から女の人がぶる下がってるんですって。それが懐中電灯の光に浮かんでるんですよ。いきなり怖っ。でうわっと思うんだけど、はい、声出しちゃいけないし患者さんいるからどうしようと
でグッて構えてどうしようどうしようと思ってスッて見たら真下でおばあちゃんが正座してベッドの上に正座してその患者さんが真上見てるんですよずっとこうやって、その女の人と目が合ってる状態なんですってそのおばあちゃんと、と思ったらおばあちゃんがスッてこっち向いて、ニコッと笑いながら、あんたも見えるんかいって言われたんですって。でと思って、あのおばあさんあれって言ったらもういないんですって、天井のが、でおばあさんって言ったんだけど、じゃあねって言って寝ちゃったんですって。で、そのおばあさんっていうのが、要はちょっと、なんていうんですかね、まだらにこう、記憶が飛んじゃう人なんで、昼間会ったら全然何も覚えてないし、まあ、過去のことも覚えてないんですけども、全然何もわかんない時が多くて、あれが一体何だったのか、誰だったのかって聞けないんで、未だにもやもやしてるんだよ、お母さんっていうのを、聞かせてくださった方になんか語ったらしいです。すごいですね、それは。嫌ですよね。嫌ですね。嫌だいきなりだし。いきなりですよね。そうですよね。なんかこう、前段踏んでっていうのはおかしいですけど、いきなりいるわけですもんね。はい、天井の上というか、その、あれから。髪の長い女の人が、わさっているんですって。どんな顔してるんすかね、このふわっての。ところが逆さまになってるんで、髪の毛下に垂れてるから顔見えないんですって。なるほどね。いや、貞子はこう下向いてるんですよね。はい。なるほど。そっか、こうなってるんですよ。妖怪の天井下がりとかをちょっと思い出したけどね、水木しげるさん。なんかそれに近いですよね。で、それに対して、おばあさんが。ベッドの上正座して上見てたっていう。この、その関係性って言ったらおかしいですけど、なんでしょうね。おばあさんはそれを、いつも夜中に実はそうやってるんですかね。なんか、話友達なんですかね。なんですかね。でもニコニコしてるわけですからね。まあそうか、考えてみたら。あんたも見えるんかいってニコッと笑ったって言ってましたから。怖一人で寂しいから夜になるとその人と、わかんない、その幽霊とおぼしきものと会話をしていた。やっぱ病院って多いんですかね。いろんな話ありますよね。ありますね。はい。まあ僕、今回入院してて、やっぱりね、こういう勝負なんで、なんかないですかねって聞くんですよ。聞くありましたね。そうすると、やっぱりね、ちょっとね、変わったお話が聞いて、うちの病棟の人じゃないんですけど、他のなんか看護師さんが体験したお話なんだけどねって聞かせてもらったのは、食事って今一人一人その限りなく個食に近いんですよね。だからその人の体調に合わせて食事を全部作ってるので、給食みたいに一気にこう全員出すんじゃないんですよ。そうなんだ。この人はカロリーが多すぎるだからカロリーを減らすとか、タンパクが多すぎるから魚とかは少なめにして、他で食事、カロリー取らせなきゃいけないとかっていうので、全部一人一人メニュー全部違うんですよ。で、そのために全部食事にネームプレートがついてて、で、ネームプレートで、患者さん一人一人確認して、こうやって配っていくっていうのが今決まりなんですね。僕なんかも結構、いろいろあって、体でかいんだけど、カロリーは取らせなきゃいけないんだけど、塩分、タンパクは取らせちゃダメだみたいな感じで、デブは塩分ダメだっていうので、結構塩分、タンパクなしの食事が多いんで、結構ね、おかずとかも魚4分の1切れとか結構少なめなんですよ。お腹減っちゃいそうだけど。で、ご飯も本当に 100g とか 200g ないぐらいの量しか乗って言って、の茶碗にちょっとしか乗ってないんで。お供え物いや、ほんとお供え物だよな。そのくせ、丼で、芋羊羹が来るんですよ。難しいっすね。芋羊羹とかゼリーが来るんですよ。はい。あとビスケットとか。とにかく、カロリーは取らせなきゃ。取らせないと。デブはカロリー取らせなきゃいけないんで。カロリーは必要なんだけど、タンパクはダメ。ダメだ。塩分だ。難しいですね。だから、しょっぱくないビスケットがついてきてるんです。塩分抜きのビスケットとか。美味しくないですね。美味しくないです。そうですよね。はい。で、前入院した時は、薬のせいで、カリウムが足りなくなると、なってるんで、カリウムを追加しなきゃいけないって毎回カブトムシゼリーみたいなのにカリウムって書いてある、白いカブトムシゼリーみたいなのが出てきて、それをね、ご飯と一緒に食べなきゃいけないんです。合わないですよね、ご飯には。全然美味しくないし、なんか昔のヨーグルトの味なしみたいな感じで。絶対美味しくないですよ、そんなもん。
でもいろいろ今そういう感じなんですね。そうなんですね。で、その、要は、そのカートでガーッと給食室からやってきたものを看護師さんが、大代さん、南郷市の大代さんっていうのを確認して持っていくんですね。で、その日もなんかその、要は、いつもの通りに食事時間に持ってった。で、まず南郷市の何々さん、何々さんって書いてあるので、そこまで持ってったんだけども、そこで見たら、何号室って書いてあるんだけど、その人いないんですって、名前の書いてある人が。で、あれと思って、うん、これないなと思って。うん、で、市長さんに、看護師長さんに、はい、すいません、これないんですけどって言ったら、はい、あ、そうか、あなた転勤来たばっかだから、分かんなかったわね、はい。これ、この方多分ね、亡くなってる、先月。うん、だから多分間違えて配膳されちゃったかもしれないから、いいわよって言われて、あ、そうですかって言って、で、それはその時終わったんですよ、朝ごはん。昼ごはんもまた来たんですって。で、配膳室の方には給食センターには一応言ってはあるんだけど、またその、やってきちゃったから、あれこれいらないのにと思って。で、もう一度連絡して、この方もいらっしゃらないんで、いらないですって言って。で、終わった。ところが夜もまた来たんですって。で、見るとやっぱ同じのが書いてあって、食事が出てくるって。で、まあ、看護師長にこの話して、どうなんですかねって言うんだけど、何かしらねって。いや、何度も言ってるのにね、なんで3回とも来るのかねと思って。で、この人ね、実はね、先月ね、こんな活字の病気で亡くなったんですよ、みたいな話をしながら、看護師長とかこうカレンダー見ながらこうやって見てたら、あ、そうかって言うんですって。どうしたんですかって言ったら、今日で四十九日だわって。はあ。だからきっと、まあ食事食べたかったんかもしれないねって言ったら、次の日は出ないんですよ、やっぱり。へぇ、そうなんや。不思議だなぁ、この話。だからっていうので、そんな話がありましたよっていうのがありましたね。結構病院いろいろあります。あ、そうなんですね。必ずナーシストの前に、ね、亡くなった3日後に立つ人がいる、立つんですって、死んだ人が。全員立つんですって。あ、そうなんですか。亡くなったらね、漏れなく3日後なんですよ、しかも。うわ、なんですかね。わかんないです。わかんない。これもね、看護師さんっていうか、はい、階段こうやって話してた時に、はい、私それで辞めたんですっていう、お母さんが来られて、はい、って言ったら昔看護師で、はい、うちの病院ね、なぜか不思議と、ナースセンターの角のところに、はい、亡くなった3日後に必ず人がね、その亡くなった人が出るっていうところがあって、何なんだろう。で、みんなして、3日目だから今日そろそろよねって言うといるんですって。何なんですかね。いや、わかんないんですよね。別に美人揃いとかではないですよね。その、男性でも、そう、男性でも女性でもですし、まあ、話してくださった方、すごい綺麗な方だったんですけど、でも、なんかうちは不思議と、ナーセンターのとこから見える角のところに、いつも立ってる。3日後に立つっていう。本人の意思なのか、それか3日後にそこにいなきゃいけないみたいな、例のルールじゃないけど、うん、としか思えないですよね。そうなんですよ。出ない人がいてもいいじゃないですか。そうですよね。幽霊の自由があってもいいですよね。基本的人権の尊重ですけど。今回もですね、西浦さん、階段をですね、お聞かせいただければと思っております。よろしくお願いします。はい、わかりました。はい。前回も言った通り、今ちょっと本を書いてる最中で、はい、まあいろんな方からお話を聞きまくってるんですけど、はい、これもまた北海道の方なんですね。はい、で、元自衛隊員で、まあ、戦車に乗られてたっていう方なんですよ。すごいですよね。はい。すごいな、戦車。戦車ね、なかなかね、なんか、やっぱり乗り心地は悪いみたいですね。はい、あ、そうなんですね、多分、ね。あ、そうか、カタパルトのあれの動きなのか。そうですね。なるほど。だからまあ、僕らなんか、体験で乗るときにはそんなにこう嫌な感じではないらしいんですけど、まあ実際にその訓練のときはギュッて止まったり、フッて回転したりっていうのが結構あるんで、特に中とかは大変だとおっしゃってたらしい、なの方なんですけども、その方が、まあ、戦車隊員とはいえ、一応まあ、普通の自衛隊員の隊員の、まあ、日課として、まあ、巡回というかね、夜、基地内をこう、見回らなきゃいけないんですね。で、大体こう、夜、基地の中をこう、行くんですけども、まあ、要は、大きな、その戦車隊なので、大きなその体育館みたいな倉庫がいくつも建ってるんですよ。
で、そこにはまあ工具があったり、その機材があったりってするので、戦車だけではないんですね。意外とね、戦車って、その倉庫の前に普通の自動車と一緒に置いてあったりするんですよ。そんなのに置いてあるんですか？写真いただいたんですけど、すごい、まあびっくり。あ、そうなんですね。ここ普通の駐車場ですかって、ね、軽自動車、軽自動車、戦車みたいな感じで。そんな置いてあるんですね。びっくりしちゃいますよね。びっくりしますよね。感覚的に。ステップワゴンの隣に戦車置いてあったりするんですね。そうですね。倉庫車なんかも あったりするんですけど、でも、ちょっと一般のとこと違うのは、やっぱり、街灯がないので、基地の中なので、街灯らしい街灯があまりないので、夜はすごい暗い、はい、雰囲気が変わるらしいんですね。はい、で、そこを、こう、大体2名一組で、まあ、保証する場合は、立って、ま、見回ってる人もいますし、こう回ってくるんだけども、その時は、新人の隊員と一緒に、こう夜巡回してたらしいんですよ。はいはい、で、その倉庫のところとかに行って、こう中を見たりして、はいはい、で、まあ、一応点検してくるんですけども、その時に、後輩が、すごい階段好きで、はい、先輩先輩、お化けの話、ちょっとしていいですかっていう、はい、その雰囲気がすっごい怖い中で、してくるんです、ね。はい、なるほど。まあ、そこでしなくてもな。こいつみたいな。はい、ちょっと重いですけど。はい。で、何何どんな話って言ったら、自分高校の頃にね、結構やんちゃで、で、当時、同級生とかと一緒に、まあ、車で、もう、かっ飛んでた時代だった。まあ、バイクとか車でつるんで、みんなでわーって走ったりしてたんですよ。で、特に仲のいいやつがいてね、同級生で。で、そいつと走るのが大好きだったんですよ。ところが、そいつ、一人で夜出かけた時にカーブ曲がり損なってそのまま大事故になって亡くなっちゃったんです。で俺はびっくりしちゃって学校に行ったらもう亡くなったって聞かされて、ですぐにすっ飛んでったら、まあお母さんが出てきて、来てくれてありがとうね。でもね、ちょっと今見せられる状況じゃないと、その遺体を。なるほど。だからっていうので、お葬式の時に来てねって言われて、で、まあお葬式の時に行こうって話になった。で、まあお通夜お葬式っていうので、じゃあまずはお通夜だよなって言って、でお通夜のところに行って、で、この度すいません、挨拶をしてたんですって、そしたらその時にいきなりお母さんがなんか錯乱し始めて、でその棺桶の方を向きながらなんか叫び始めてるんですって、え、なんだろうと思ったら男の声で俺の涙見てみろって言うんですって、で俺の涙見てみろよっていう風に言うんで、と思って、お母さん何言ってるんだろうと思って、で男の声だしそいつの声に近いんですって、と思った瞬間ドーンって外で音がして、見たら雨降り始めたんですって、でずわーって雨降り、全然雨降る感じじゃなかったんですって、ところがいきなり雨が降り始めて、でみんなでそれ要は縁台まで行って、で外見てわー雨降ってきてるって言って、でお母さんがぼーっと呆然にその立ったままその雨を見つめてて、あとは正気に戻った。はあ、不思議でしょ先輩、そんないきなりそのいや彼が乗り移ったみたいになって、はい、俺の涙をって言った時に、ドーンと雨が降ってくるって、気持ち悪いでしょって、先輩って言って、いやそれはすっごい話だけど、お母さんなんだろうねって、いやーでも不思議なことってあるよねって言ってたら雨降ってきたんですって。おでズバーってあった雨降ってきちゃって、慌ててその倉庫のその庇のとこに入って、うわータイミング悪く雨降ってくんねみたいな、お前がそんな話するからねタイミング悪く雨降ってくんだよって、そうですかねってはっはって言いながら、で少し雨が小降りになって、なんでだんだんやんできたんで、じゃあまた次回るかって言って次の倉庫とかを回って、で一周全部終わって、で最後大社に戻って報告して、で僕異常ありませんでしたって言ってて、いやーそれにしても雨がすごかったですねって言ったら、雨なんか降ってねえよって言われたんですって。で調べたら後で見たら、下濡れてないんですって。うわーすごい、何これ、すげえ、何なんだろう、わかんないですって何の現象なんだろう。そんな話したから、そこだけ雨降ったのかもしれない。はー、その場全体じゃなくてってことですね。はい、すげえ。あと全然道路とか濡れてないんですよ。見たら本当に。すげえな。すごいな。だから嫌な後輩もしましたみたいな話をしてましたけど、そんなタイミングでそんな話する。はいはい、そうですよね。でもなんか前回そのナースたちは。
はいはい、多いとそれは心霊体験ね、結構するみたいなイメージ、ね、僕らももちろんあるんですけど、なんか自衛隊の方たちもこう寮で生活されるじゃないですか。あるんです。逃げられないって言ってました。要は出るんですって、はい、絶対出るの分かってるし、はい、出るの分かってるんだけど、はい、その仕事だから、はい、その寮も出れないし、はいはい、要は出るから変えてくださいって言えないんで出れないし、最悪や、最悪や、もう、まあ、監視対象みたいなもんで、もうどこにいるか、その現状どうしてるか全部監視されてるようなもんなんで、はい、勝手に移動はできないし、はい、はい、で面白かったのが、はい、自分たちの部隊の、はい、建物の事務所があるわけです。はいはい、で、たまにその配置転換があって、はい、配置転換っていうか部署自体がこう移動が変わっちゃうわけですよね。はい、部隊名が変わったりして。はい、で、移動するときに、はい、まあ、大掃除するわけです。そこの部屋を開けるために。はいはい、掃除してるとお札が出てくるんですって。で、それが完全にね、幽霊よけのお札なんですって。それがロッカーとか、はい、ああいうところにこう見えないように貼ってあるんですって。はい、で、隊長これどうしますかって言うと、剥がしとけって言って、次の舞台のために剥がしとけって言って、舞台のために怖で、綺麗に次の舞台のためにお札を剥がして、出てくんですって言って。出てきるよ、もうそうなんですね。でも次の舞台の中に霊感強い人いたら、次の舞台が来て、で、聞くと、出たって話があるんです。やっぱそうですよね。だから結局そこの舞台がまた張るみたいな形で。それは、部屋もそうで、自分たちの宿舎でも、出るときには綺麗にしなきゃいけないんで、全部剥がすんだけど。なるほど。出たらまた張ると。はい。また次が、そうか、その人が、それに会うみたいなことがあるんで。なるほどね。一回リセットさせた状態ってことですよね。出るときにはもう、綺麗な状態でして、そこは剥がさなきゃいけないけど。そこにいる幽霊、どんな気持ちなんですか、わかんないね。一回、うわ、張られたっつって、ちょっと身潜めて、また出てって。出れるけど、また張られて。でもなんか、そうらしいですよ。あ、そうなんですね。はい。だからイメージがありまして、寮住まいで、うん、で、上官とかいてるから、あ、いや、ありそうだね。幽霊がだって言ったら、ふざけんなお前って言われそうなイメージがある。ふざけんなはないみたいですよ、結構。ないんですよ、ね。分かってる人は分かってるみたいな。そうなんだ。やっぱりそういう話はずっとあるらしくて。はいはい。はい。敵とね、戦う前に、まず、霊とも戦わなきゃいけないっていうところもありますよね。握られないわけですから、向き合わなきゃいけないっていう。だから、何でしたっけ、訓練してるじゃないですか。はい、で、訓練してて、はい、で、陣地張るじゃないですか。要は、塹壕を作ったり、訓練なんで塹壕を作ったり、陣地作ったりするじゃないですか。で、いや、士官学校から来た人が、まあ、上官でやってくるわけですよ。そうすると、この戦略だったら、ここに陣地を張って、で、ここからこうやって攻めろってやると、大体その、基地にずっと長くいる人たちが、すいません、そこに陣地作ると必ず怪我人出るんでやめてくださいって言うと、やめるんですって。なるほど。そこには陣地作んないんです。なんか、必ず何かが触りがあるところもあるわけですよね。だから、その戦車部隊の人もこんな訓練すると事故が絶対起きるからって言って、必ずやっぱり、防台でから来る上官には伝えるってお話されてましたね。面白い。ならではの話ですね。これも本当に。